感想としてはやっぱり本当に実際皆さん撮ってきてもらったものが本当に面白い文字ばっかりで、もう時間が許す限りもずっと見てたいぐらい面白い字が多かったですね。で、自分も自分で見つけたかったっていうのが本当それに尽きる、悔しかったっていうね。自分ももうだって泊まり込んで明日とかも歩きたいぐらいですもん。川口、西川口、蕨、その川口を取り囲む周り、やっぱり僕は単独で今日川口の周りからオートレース場のぐらいまでタクシーで移動したりしてちょっと歩いたんですけど、やっぱり川口の駅周辺は本当に新しい街になってしまってて、古いものが見えなくなっているところはやっぱりあると思うんですけど、その周りの一層外側、西川口、二層外側、蕨っていうところまで視野を広げると、そのやっぱりいくら頑張ってもその全部を再開発できないので、吹き溜まりのようにこう古き良きものが外側に残ってる感じがやっぱり歩いて本当に分かったので、まだまだ外周部分にはそのキーとなっている駅の外周部分にはまだまだいろいろ面白い文字が生き残ってるんだなっていうのが実感しました。基本自分はいつも一人で気ままに歩いて見つけたものを一人でおーとか思いながら撮ってっていうのが好きなんですけど、2人3人4人のチームで見ていくと、やっぱり今日も皆さん言ってましたけど、同じ建物の同じ店構えを見ても、ここに気が行った人と、こっち側行った人と、全部を取った人と、1文字だけ文字の部分取った人とっていうのが出てきて、その1人で取ってると絶対そうなんないんですよね。取って3枚ぐらいですから、僕の場合だとやっぱり文字の全体のロゴを資料として残したいっていうのがあるんで、全体押さえちゃうのと、で縦の看板があれば縦も取っとこうかなっていう2枚ぐらいなんですよ。でも3人4人ってなると、やっぱり撮ってる方もみんな横で同じものを撮ってるから、じゃあ自分はここ撮ろうとかってなるので、マルチ視点っていうんですか、その一つの対象の看板に対してマルチ視点になる、DVD のアングル変更みたいなもので、同じ対象に対する瞬間を別のとこから撮ってるのが何枚もたまるっていう状況をプロジェクターで見られて、それは新しい体験だったですね。自分一人では絶対できない、そこが面白かったですね。よくね言われるんですよ、そのいろんな、例えば広島とか岡山とか北海道とか札幌とか、いろんなとこで撮って歩いた経験があるんで、地域性ってありますかって本当よく聞かれるんですね。でも地域性って実はね、そんなにないんですよ。古いもの、昭和の息吹を感じる古い文字にこの町だからこういうのっていうのはほとんどなくて、今日も僕川口っぽいものってなんかないんだろうかって割と見てたんですけど、わずかにコミュニティスペースの P の字が歯車になってて、ピニオンっていうのがあったんですけど、それはなんか町工場が多い感じのイメージなんだろうなっていうのを思ったぐらいで、あと他は割とごってりしたような筆文字だったりとか、古い車体かかった古いレタリングの文字だったりとかっていうのは割と、例えば札幌に行ってもあるし、広島に行ってもあったりとかして、地域性ってあんまりないんですよね。ただ僕は今日これはもしかしたら地域性なのかなと思ったのは、グランジなものが多いんですよ。錆びてたりとか、剥がれてたりとか、すごく古い、まあおしなべて僕が集めてるものは古いもんなんですけども、中でも荒れてるっていうか、その錆びてる感じが多くて、それをどっから出てくるのかなっていうのがね、不思議でしたね。なんか自分がいつもいろんな街で撮ってるものの中にももちろん古いものはあるんですけど、今日皆さんが撮ってきてくれたものは割とその枯れてる感とか閉まってる店とかの、ものが多い方ですね。そんなネガティブな話いいのかって感じしますけど なんだろうな、それはもしかすると街がその浄化っていうとあれですけど、健全な街にしていこうという
ベクトルによって弾き出されていった古いものがリニューアル待ち、掛け替わり待ちで余生を静かに過ごしている看板みたいな、そういう印象がすごくあったので、めちゃめちゃ文字がいい看板なんだけども、そのお店はもうやってなくて自動販売機コーナーになってて看板だけ生き残ってたりとか、そういう例が僕も歩いてて何度も見てるので、もしかするともう西川口わらびとか の繁華街のに生き残ってる看板も虫の息なのかなっていう。僕らは歩いて味わって面白がってる側の人間ですけど、お店の人にしてみればできればもう錆びちゃったりしたら新しいのに掛け替えたいのは当然なんで、お金さえあれば看板変えるんだけどねってみんな思ってるはずで、でそれは僕らは部外者としていやそれはもったいないこの看板で行ってくださいよって思うんですけど、店の人にとってみれば掛け替えたいのは当然ですから、やっぱり次第に数は当然減っていくんですよね。だからこういうことにこういう看板面白いなとか古い文字って今の文字にはないなんかがあるなって思うような人がちょっとでも増えてくれて、ちょっとでも記録するつもりになってくれれば、まだ写真として残るので、後の時代になってから一回り二回り経った時代になってから、あの時のあの時代のああいう文字って言ったらっていうふうに集合地みたいな感じでいろんなとこから資料が集まってきたりネットにアップロードされてたりっていう未来を作るためにも、やっぱりなんか記録していくっていうベクトルを持った人が多ければ多いほどいいですよね。消えていくのはもう止められないと思うんで、心ある人が写真の形で残していくっていうのがやっぱり唯一の方法なんじゃないかなって思いますね。